私が作ったゴーレム、あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。リンク、共に戦ってください。行きましょう。ちょっと待てよ。必ずここでゴーレムを食い止めます。ちょっと奥にハンマーがあるからこれを装備しよう。ハンマーを右手に装備して、オッケー。ガード、危ねえ。これあのプロレスの金網デスマッチみたいになってて、弾き飛ばすことならできるのですが、あの金網に押せばダメージが入るみたいな。あともう一発。今のは聞いたようです。一応ガードもできるんだけど、まあこれはちょっと歩いて、あ、ちょっと待って、結構食らったな今。何食らった今。多分攻撃力アップはちょっと意味ないと思うけど、これよし。周りにある装置に音が使えないでしょうか。さあこの鉄球ちょっとね、あの耐久力がある、消耗品みたいな感じで一応まだ使えるけど、あー危ない、怖い怖い。まあやばい、ガードガード、あーガード意味なかった。ガード意味ないのか。勇気と無言は違います。退いて回復を。くそ。足らない、あ外した。そろそろハンマーが使えなくなる。あー使えなくなった。よし、ちょっと後ろ下がって、よし、鉄球つけた。これさっき食らったよね。なんで食らったのかな。金網に触れたのかな。ちょっともうちょっと回復するか。もう何でもいいや。あこれとかちょっともったいない気するけどな。まあいいやいや。よし、いった。気をつけて。空飛んで、ロケット砲みたいなのを、あ待ってしまった、やべ、ガード、あー危ねえ。外した。うわあれ、結構ロケット砲っていうのかな、大砲ぶつけるの結構むずいな。いやー、そしてちょっと回復しないとまずいな。まだ空飛ぶ。よし、あともう一発ぐらいか。ガード、油断は禁物ですよ。盾壊れた、ガード壊れた今。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、殴らせて空振りしたところ、力づくではあの守りは突破できません。
よし。他の方法を考えましょう。こいつもガードすんだね。うわあ。で、まずい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 。真相位です。回復しないと。鉄球壊れちゃったよ、右手。右手今鉄球ついてないからちょっとパンチ力弱いのかな。もうあーでもいけたね。あの鉄球一体何だったんだろう。鉄球なくても戦えたな。今5人目の賢者を探しにここまでやってきたんだけど、結局5人目の賢者って誰なんだろう。この声の人なんだろうけど、まだ姿を見たことがないから。私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル、やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、テオ、魂の賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿しあなたの力となりましょう。私はハイラル王国が建国された時代、遥か過去の世界に生きたもの。
とある理由により肉体を捨て魂だけの存在となり、今から話すすべてを伝えるつもりでプールアパートの中で眠っていたのです。魔王の邪魔が入ったとはいえ、こんな遅くなってしまったことをどうか許してください。ああ、5人目の賢者インパイじゃなかったな。さあ本題に入りましょう。私の生きた時代、あなたからすれば遥かな過去、ゼルダは時の賢者として目覚め、私たちの前に現れたのです。今から話すのはかつてこのハイラルの地で起きた悲劇、そして秘跡を手にし時を超えた彼女が、遥かな過去で下した大いなる決断、あなたに伝えたいあの子の決意です。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知とともに天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。進むもかなわぬぞ。侮るな。
もとより引く道など持たぬ覚悟。ライル様！我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。リンク、面白い、楽しみにしておくぞ。この悲劇が封印戦争と呼ばれるものです。かろうじて魔王を封印することには成功したものの、私は負傷し遠からず肉体を失う運命にありました。そんな時、一本の朽ちた剣を携えてゼルダが私を訪ねてきたのです。そう、時の神殿であなたの手から消えたマスターソードは、あの時遥かな時を超えゼルダの手に渡っていたのです。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを、我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間、聖なる力で満たし続けるなど、一体どうやって？方法はあります。まさか。はい、あの術で、私が。言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それを、あなたは。ミネル様。もう人には戻れないのですよ。剣を手にした時確信したのです。私はこのために時を超えてきたのだと。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。それからゼルダと私は策を語り合いました。遥かな未来にいるあなたを導くための
準備を整えたのです。ああ、私は正気に侵され命尽きる前に魂となりプルアパートの中へ。そしてテルダは禁断の術を行いました。あなたがマスターソードで魔王を打ち果たし、ハイラルに平和をもたらしてくれると信じて。大魔の剣マスターソードこそ魔王討伐の切り札。ゼルダが蘇らせると誓ったあの剣は必ずどこかにあるはずです。この時代にいる霊木デクの木、あなたがマスターソードを求めるとき狩りに会いに行けとゼルダは言っていました。ああ、マスターソードっていつもそこにあるイメージあるね。なんか森の中にあるみたいな。行きましょうリンク。ゼルダが残した希望の剣とともに必ずや魔王ガノンドルフを打ち倒しましょう。このゴーレムミネルとの盟約でこのゴーレムずっと使っていくのかな。一応背中に乗ることができるんだけど。あ、ようやくマスターソードだね。あ、なるほど、しばらくはゴーレム使わないんだね。でも魔法決戦の時にこのゴーレムなんか使うっぽいね。なんかあ、でも使えんのかなやっぱり。なるほど、次回はちょっとマスターソード探しに行くか。まあボス出てくるよねきっとね。じゃあ次回ちょっとマスターソードをゲットしていきたいなと思います。